こんにちは。食事で結果を出す専門家、柏原幸男です。健康になる、いい体を作る、いろんな体調不良を改善するという時には、食べ物を見直す方が多いんですけれども、食べるものそのものだけではなく、そして栄養を取るということも大事なんですが、単に栄養を増やすということだけでもなく、重要なのは食べた後がどうなのかというところに行き着いたわけです。同じように取っててもちゃんと、消化吸収されてない人が結果として健康状態がうまくいってないな。で、じゃあそこをどうしたら改善するのかなと思った時には、胃の負担を減らす、胃の状態を良くするというところなんですけれども、そこに一番効果的だったのがご飯と味噌汁というシンプルな食事をするというところだったんですね。特に日本人の場合は、胃がそんなに強くない傾向がある。で、胃薬の消費量世界一なわけですね。ものすごい胃薬常用している人が多いわけです。胃薬飲みながらサプリ飲んでたりって、なんだかおかしな状態だなって、見てることが多かったんですけれども、まずはその胃の状態を改善しない限り、いいというものをいっぱい取ってもうまくいかないわけです。で、胃の調子が悪くなるのはなぜなのかというと、これは食べてるものの問題も一つあり、もう一つは食べ方の問題があるわけです。で、まず食べてるものの問題というところで言うと、胃に負担がかかるものが食生活に多いんですね。胃に負担がかかるものっていくつかあるんですけれども、まず一つは胃に長時間滞在する食べ物なんですよ。消化に時間がかかるものですね。で、栄養素入ってる成分とか食材の組み合わせによって胃にとどまる時間ってだいぶ違うんですけれども、これは傾向で言うと、炭水化物主体のものは比較的早く、胃から出ていくんですけれども、タンパク質、特に動物性のタンパク質が多いもの、あとは脂質、油が多いものは、胃に滞在する時間が長くなるんですね。なので、これってもうシンプルです。主食を減らしておかずが増えると、胃に滞在する時間が長く、長時間胃に食べ物が入っているというと、これが、消化液もたくさん必要としますし、胃壁に対する影響もあって、で、胃がずっと働き続けることになるので疲れやすいという、そういうライフスタイルをしているとこれがとても、胃に負担がかかり、結果として栄養素の消化吸収が悪くなるという、そんな傾向があるわけです。それをちょっとこうね、変えるというと、あ、なんだ、おかずを減らしてご飯味噌汁にしたらいいんじゃないのっていう、そんな結論が一つなんですけれども、他にもいくつかその食べるものが、体の機能を落としているという弊害について、次の動画でお伝えします。また見てください。チャンネル登録はこちらです。